どうも、アッキーニャです。皆さんお待たせしました。ついにね、シンデレラのね、解説をね、していきたいと思います。今までも何かしら動画は上げてるんですけれど、シンデレラの手元とか、いろいろやってますけど、まあ一つの動画としてね、やっていきたいと思います。解説がね、長くなってしまうので、なるべくね、簡潔にしていますので、最後までね、ご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、まずは、スキルの効果時間についてですね。で、シンデレラのスキルって、スキルレベルが上がることに消去量が増えるだけじゃなくて、実はスキルの効果時間も増えてるんですね。僕、昔、スキル1とスキル6の効果時間を比較したことがあって、今、その動画引っ張り出して画面に出してると思うんですけど、結構違うんですよ。多分経験がある人いると思うんですけど、スキル3とかでプレイしてて、じゃあなんかスキルチケットとか、まあ被って、スキル4になりました、で。で、いざスキル4使ってみたら、なんかスキル3の時よりも余裕持ってなぞれる、みたいな経験がある人もいると思います。つまりそういうことですね。スキルの効果時間が長くなってるので、なぞれる回数が、増える、安定するってことです。で、その、なぞれる回数が増えるってことは、単純にタイムボム狙える回数も増えるわけで、消去量も増えてるので、スキルループにもつながるんですよ。つまり、ウィンウィンな状態。そう、ウィンウィン。スキルレベルが上がるとウィンウィンになれるんですよ。で、だから、まずはね、その、スキルレベルによって、スキルの効果時間がね、違うってことをね、頭にね、入れといてください。さあ、行くぞ!では、ここからは、実際のね、プレイヤーのことをね、話していきたいと思います。まずは、シンデレラの、その、スキルの、なぞるリズムを覚えてください。まず一回やってみますね。スキル、溜まってるの発動したら、これですね、11回。リズム、本当にリズム。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 この11回のリズム、まあ今スキル6なんで11回なぞってるんですけど、このリズムをね覚えてください。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 これをねとにかく頭とね体に叩き込んでください。それがねもうできればね、もうシンデレラ全然上達します。で、なぞり方は、まあ、いろんなところで言ってるので、まあ、ちょっと、下に、凹むというか、つむつむの、この、状態っていうか、盤面の状態が、ちょっと、下に、弧を描いてるので、ここ。まあ、そこを意識しながら、少しこう、弧を描くように、ちょっとずつ上に上がりながら消してってます。で、まあ、それさえできれば、シンデレラ、なぞりのところはもう、合格というか上、すごい上から目線になっちゃいましたけど。全然1億狙えるやり方です、これで。もう一回いきますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。もう、とにかくこの、今これで、タイムボム3つできますから、ってことはちゃんと、スターボムもね、2つ出てるってことは、ちゃんと8以上で消してってるってことなので、本当にこれを覚えてください。で、よくあるコメントとかで、10回もなぞれないとか、あるんですけど、それはね、単純にこのリズムでなぞれてない。か、最初の方で言った、スキルの効果時間が違うので、スキルレベルで、そのせいで10回なぞれないとかありますので、そこちょっとね、確認してみてください。で、あとはね、できないとかいう人もたくさんいるので、できます。絶対できます。僕以外にも、1億出してる人なんてもうたくさんいるので、もう本当に練習すればできます。できないことはないです。このリズムをでやって、それでもできないっていう人はいないと思います。ね。で、あと、なんか、ボムが真ん中に来て、どうのこうの、うまくなぞれないっていうのは根本的になぞれ方がダメです。
なので、そこの避ける技術とかも、真ん中来たらちょっと上なぞるとか、そのボムを避けて消すっていうことも、ちゃんと、できるようにしないと、シンデレラは上達しません。それも全部練習ですね。とにかくこのリズムで、かつ、その真ん中にボムが来た時とかも避ける。ね、本当にもう、その対処法とかは特にないです。真ん中にこう、ボムが来ました。じゃあどうするのってなったら、もうその回は、とにかく決して諦めて次の回をちゃんと、次のスキルを、ちゃんと消せるようにすればいいだけです。その一回で終わりじゃないので、もう次絶対ボム全部狙うくらいの、勢いでやることをしましょう。よし、こんな感じかな。とりあえずなぞり方となぞるリズム。リズムをとにかく覚えてください。受けてみろ、奥義。はい、続いてはボム割りについて話していきたいと思います。なぞることはできても、ボム割るスピードが遅すぎて、タイムボムが出ても結果ロスしてしまうって方も少なからずいると思いますので、とにかくね、ボム割りを早くしましょう。今ちょうどスキル使い終わったところなので、今からねやってみますね。続ける押して、ここからめっちゃ早く消します。この速さ、まあこの速さをやれってことじゃないんですけど、このくらい早く消せるといいです。ここから、ちょっとミスったけど、もう音ゲーのように消していきます。まあ、この間、早くできるかできないかで、全部が響いてきますので、だって毎回スキル使った後のボム割りで1秒2秒遅れてたら、スキル何回使うんだって話になってくるとすんごい秒数無駄にしてるので、本当にこれをね1秒でも早く、コンマ何秒でも早くできるようになると、思ったよりもあれ秒数減ってないってなるので、本当にこれ意識してください。だからまあ練習だったら、もうこっからもうスキルゲージの繰り越したか考えずに、とにかく早く割るだけ。それをね、練習積み重ねると変わってくると思います。もうめっちゃ早くできた、気持ちいい。もう一回、もう消せなかったかってな感じで、ボム割りは早くやります。で、これができてきたら、ボム、全部割る直前くらいに左手でゲージのスキルボタンか、連打すれば、スキルゲージの繰り越しができます。これはもう感覚ですので、僕もなんでできるかわかんないんですけど、もう、できそうだなっていうのがあります。ほら、できた。よし。こんな感じ。これは、たまらないので、そしたらボムね、少し残しといて、次、シンデレラ消したときに、こうやってゲージ繰り越すといいです。まあ、とにかく早く割ることですね。スキルゲージ見ながら、スキルが溜まりそうならもう全部割る。溜まらなかったらボム1、2個残して、シンデレラが降ってきてからゲージを繰り越す。これをやります。おー、なぞれ下手。これ溜まりますね。はい。これも溜まります。よいしょ。これを、本当にね、ボム割りがね、パパパパパーってできると、めっちゃ、秒数減らさずに、どっちかというとタイムロスが、ほとんどなくプレイができます。
だからさっきの12回なぞりでタイムボム意識しつつ、増やす方で、このボム割りはタイムロスをなるべく少なくってイメージですね。これが2つとも、いい具合にできたらシンデレラは上達します。で、スキルゲージの繰り越しももちろん、このボム割りのところでスキルゲージの繰り越しをしっかり意識してください。そうすればスキルループしながらいけますので、あとは、まあ、ボム割りのコツでもう一個ね、ためになるか分かりませんけど、ここスキル終わった後ボム1個触っとくと勝手に割れるんですよ。勝手に割れるっていうか、ボム触った判定になるので、指離したら割れるんですね。こうやってこっから指離したら割れるので、まあもしちょっと早割りが苦手だなってことがありましたら、まあこれで1個だけ早くできるよっていう僕はこれ苦手なんですけど、逆に全部押さないと気が済まないので、とにかくパパパパーっていきます。よいしょ、よし。ボムありについてはこんなところですね。はい、ということでこれでシンデレラの解説を終わります。今回話したスキルの効果時間が違うこととなぞるリズムをしっかりしつつ、ボム割りを早くすれば必ず点数は伸びてくるので、皆さんぜひ試してみてください。まあね、1回2回じゃね、そんなすぐにはね点数が伸びないので、毎日練習すれば必ずスコアはアップするので、もしねスコアがアップしたって方はコメント欄とかで報告していただければ僕も嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。それではもしよろしければチャンネル登録とコメント高評価のほどお待ちしてます。それではお疲れ様でした。さよなら。